はい、皆さん、こんにちは。下田武司でございます。今回やっていく内容は、コメントにいただいた質問、これに答えていこうということで、議題としてはこれを取り上げました。尿中の代謝物の割合と、肝中出率はなんで同じにならないのか、何が違うのか、というですね、動体の計算で必要な知識、これをですね、質問してきましたんで、皆さん、尿中の代謝物の割合、 肝中出率一体どういったものなのかそして、この二つってどのように使い分けていくのかってことを今回この動画で紹介していきますんで、胴体の計算しっかり解きたい人は、今回内容をしっかり押さえてもらって、尿中の代謝物の割合、肝中出率何が違うのかってものを自分のものにしてもらったらいいかなと思います。 じゃ、まずはですね、尿中の代謝物の割合、こちらから説明していきますが、これに関してはですね、例を出してお話しした方が分かりやすいかなということで、例を出しながらお話ししていきます。じゃ、どんな例をね、出していくかというと、100mg、静脈内投与したよーって話をね、例にお話ししていきます。で 100mg 常駐したらどうなるかというと、常駐した場合っていうのは全て血液中に移行するんで、 血中に全部行く、100mg 入っていくということになりますね。で、この薬物が肝と腎でなくなるとするならば、どんな感じでなくなるかというと、腎から未変化体として薬物が消失する。もしくは肝で代謝されて、その代謝物が尿中に出ていって、 結果としては消失していくということになります。なので、カウでなくなる場合は代謝物となってなくなる。人でなくなる場合は未変化体となって、未変化体としてかな、未変化体として尿中からなくなるってことになります。なので、尿中のですね、 代謝物とか未変化体、これを見ることによって、どこでどれだけなくなったのかということを確認することができます。例えば、尿中に未変化体が 80mg 出てきているんだったら、ンで 80mg なくなったんだろう。尿中に代謝物が 20mg 出てきているんだったらどうかというと、肝臓で 20mg なくなったんだろうというふうに考えることができるよということになります。 じゃ、このデータを使って、尿中の代謝物の割合を求めていくとどうかというと、100のうち20が代謝物となっているんで、尿中の代謝物の割合ってどうかというと、尿中の代謝物の割合、これは100分の20ということになりますんで20、20%ということになる。じゃ、この20%って何かというと、この20%というのは、体の中に入ったうちの 肝臓で亡くなった割合。これがですね、20%となっているわけです。なので、尿中の代謝物の割合、これを見ることによって、肝でなくなる割合がわかるよということ。じゃあ、この20%って、どういうものを示しているかというと、こんな風に思っておくといいと思います。常駐しました。血液中に薬物やってくる。で、その血液にやってきた薬物っていうのは、体の中を何回も何回も循環します。 肝臓行く、肝臓行く、肝臓行くってね、何回も肝臓を通り抜けるわけです。で、何回も肝臓を通り抜けているうちに、どん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 代謝されてなくなって、最終的に 20mg 代謝されたんだよ。20%肝臓でなくなったんだよっていうのが、 これが尿中に出てきた代謝物の量、もしくは尿中に出てきた代謝物の割合を示しているということになります。なので、この 20mg とか20%というのは、体の中を何回も何回も循環して、肝臓で亡くなった割合のことを言っているということです。ちなみに、腎臓から出てきた未変化体に関してもそうです。腎臓を何回も何回も通り抜けてですね、 そのうちに人道から未変化体として出る、未変化体として出る、未変化体として出るっていう風な感じで蓄積していったものが 80mg ということになります。なので、この 20mg、80mg っていうのは、体の中を何回も何回も薬物が循環することによって、肝でなくなった量、腎でなくなった量を示しているんだってこと、ここをですね、まずしっかり押さえておいてください。じゃあ、この尿中の代謝物の割合って何に使うことができるかというと、こんな風に使うことができます。例えば1 0 0 m 体の中に入った時の、 AUC が 1mgH リットルだとしましょう。これによって何がわかるかというと、これによって全身クリアランスを求めることができます。全身クリアランスというのは AUC 分の X0。で、この常駐時というのは X0 というのは投与量と同じ 100mg ということになりますんで、ここに 100mg が入る。 そして AUC がどうかというと AUC が 1mgH パーリットルとなってるんでこれを計算すると全身クリアランスは100リットルパーアワーとなります。ということで1時間あたり100リットルきれいにすることできるよっていうですね全身クリアランスが出てくる。じゃあこの全身クリアランスに尿中の代謝物の割合20%かけると何が出てくるかというとこれによってこんなものを計算できます。 カンクリアランスを計算できる。カンクリアランスってどうかというと、全身のクリアランスに、カでなくなった割合20、20%をかければ求めることできるんで、この場合のカンクリアランスは、20リットルパーアワーということになります。ちょっと上行きますね。カンクリアランスだというと、20リットルパーアワーというふうに求めることできるんですよとなるわけです。なので、この尿中に出てきた代謝物の割合、 これを知ることによって何ができるかというと、全身クリアランスから肝クリアランスを求めることできるんだよとなっていますんで、皆さん、この脳中の代謝物の割合、何示しているかというと、体を何回も何回も循環することによって、綺麗になった割合、肝臓で消失した割合を表している。で、これを使うことによって何ができるかというと、全身クリアランスから肝クリアランスを求めることできるんだよってことここをですね、まず分かっておきましょう。これが何かというと、これが、 尿の代謝物の割合についてのお話ということになります。じゃあ次はですね、何見ていくかというと、次は肝抽出率見ていきますんで、皆さん肝抽出率って一体どういったものなのか、これをですね、次の内容で把握するようにしていってください。はい、じゃあ続いては肝抽出率の方を見ていきますね。じゃあ肝抽出率って一体どんなものかというと、こんな風にイメージしておくといいかなと思います。肝臓があって、そしてこの肝臓に 血管が繋がっていると。で、薬物が入った血液が肝臓に流入して、そして肝臓から出てくると。この時に肝臓を一回通過してますね。で、この肝臓を一回通過することによって、綺麗になった割合。これを 肝抽出率と言っているということです。なので、この肝抽出率っていうのは、さっきの尿中の代謝物の割合とは違って、肝臓を1回通過した時に綺麗になる割合のことを言っているんだということです。例えばどんな感じかというと、血液が入ってきました。で、この血液の量が1時間あたり、 80リットルパーアワーだったとしましょう。これは熱球感と言ったりします。肝臓に流れてくる血液は1時間あたり80リットルパーアワーだったとしますね。で、ざーっと綺麗になって、出てきた血液見たときに、こんだけ薬物が綺麗になっていたとします。こんだけ薬物残ってて、こんだけ綺麗になった。じゃあこの綺麗になった、ここは何かというと、これは肝臓から 出てきて、綺麗になった血液量ということで、これはカンクリアランスということになります。で、このカンクリアランスなんですが、さっきね、例で計算したんだけど、カンクリアランスいくつだったかというと、さっきの例では、20リットルパーアワーでした。じゃ、こんな感じで、80リットルパーアワーの血液流れてきて、で、出てきた血液見たら、20リットルパーアワー綺麗になってる。ってことはどうかというと、80入ってきて、80リットルパーアワー入ってきて、 20リットルパーアワー綺麗になっているということはどうかというと、このことから 25%0.25 綺麗になっているでしょう。というのが、これが肝抽出率って言われるものになります。なので、この肝抽出率って何かというと、この肝抽出率というのは肝臓を1回通過して綺麗になる割合。これを肝抽出率と言っているということで、この尿中の代謝物の割合とは全然違います。 尿中の代謝物の割合っていうのは体を何回も何回も循環して感動でなくなった割合。これが尿中の代謝物の割合。肝抽出率っていうのは肝臓を1回通過することによってきれいになった割合。このことを表してるんだということになりますね。じゃあこの尿中の代謝物の割合、何のためにあるかというと、この尿中の代謝物の割合っていうのは全身クリアランスから肝クリアランスを求めるために使うよというお話し,しました。さっきの計算を出しておくとどんな感じだったかというと、こんな感じでしたね。 肝クリアランスを求めたい。じゃあどうやって求めるのっていうと、全身クリアランスに、この尿中の代謝物の割合。肝での消失割合ですね。これを掛け算すればよかった。で、さっきの内容からすると、尿中の代謝物の割合。肝での消失割合ってどうだったかというと、これは20%でしたね。 で、全身クリアランスはどうだったかというと、100リットルパーアワーでした。じゃあ、この2つ掛け算したらどうかというと、肝クリアランスは、20リットルパーアワーと計算できるということで、全身クリアランスに、この尿中の代謝物の割合をかけることによって、肝クリアランスを求めることができるということで、このデータが薬物動態の計算に組み込まれているとなりますんで、皆さん、このね、肝での消失割合、 尿中の代謝物の割合、どうやって使うのかということを、これまず押さえとかなきゃいけないということになります。じゃあ、肝抽出率っていつ使うのって話になるんですけど、この肝注出率はですね、こんな風に使うことできます。どんな感じかというと、こんな感じ。肝臓があって、そして肝臓に入ってくる血管がありますね。そして出ていく血管がある。で、入ってて、出ていった。 この綺麗になった割合っていうのは、間中出率、E いい間と言います。これ間中出率ですね。E いい間という。で、さっき計算したらこの間中出率ってどうだったかというと、0.25、25%という計算の数字が出ました。じゃあこの0.25、25%って何に使えるのっていうと、これはこんな時に使います。傾向投与しました。 じゃあ、蛍光投与したときってどんなことが起こるかというと、蛍光投与したときというのは、門脈から薬物が肝臓に流入して、で、その後、静脈に薬物が流れていきます。なので、門脈から薬物が入っていって、静脈に血液流れていくよと。じゃあ、この蛍光投与したとき、 門脈から薬物入ってきて、静脈に薬物出ていくということになりますが、その時に何が起こっているかというと、その時に肝臓を1回通過してますね。で、この肝臓を1回通過することによって何が起こるかというと、肝初回通過効果っていうのが起こるんですよ。なので、この青の矢印で何が起こっているかというと、この時に肝初回通過効果が起こってます。 ということで、蛍光投影時は肝臓を1回通過するんで、その時に肝初回通過効果を受けると。じゃあこの肝初回通過効果を受けるんだけど、その割合っていくつなんですかっていうと、これは肝臓を1回通過することによって綺麗になった割合っていうことになるので、この肝初回通過効果を受けた割合ってどうなのかというと、この割合というのは実は 肝抽出率と同じになります。肝抽出率ってのは肝臓一回通過することによってきれいになった割合。じゃあ、肝初回通過効果割合ってどうかというと、肝臓一回通過して綺麗になった割合。ってことは一緒だよねということで、この肝抽出率ってなんで使われるかというと、この肝抽出率っていうのは、肝初回通過効果割合を求めるために使われるとなりますんで、ここをですね、しっかり 抑えとかなきゃいけないということになります。なので、尿中の代謝物の割合と肝中意質率全然違いますね。尿中の代謝物の割合っていうのは肝臓を何回も何回も通過して綺麗になる割合。それに対して肝中意質率はというと、肝を1回通過することにでって綺麗になる割合ということで全然違いました。じゃあ、その用途は何なのかというと、尿中の代謝物の割合というのは全身クリアンスから肝クリアンスを求めるために使われる。 それに対して、肝注意出率はどうかというと、肝注意出率っていうのは、肝初回通過効果割合を求めるために使われるということで、用途が全然違いますんで、皆さん、この2つの違い、ちゃんと押さえることと、あとは、どういった時に、この2つの指標を使うのかってことを知っておきましょう。それによって、薬物動態の計算、かなり解きやすくなりますんで、皆さん、薬物動態のパラメータ、どういった意味があるのか、計算の時にどうやって用いるのかってことを、しっかり押さえて、計算問題、解けるようになってください。ということで、今回の内容は、 尿中の代謝物の割合と間中出率、同じにならないのっていうね、そういった疑問なんですが、全く違うものになりますんで、基本的には同じ数字になりません。たまたま同じ数字になるかもしれませんが、同じ数字になったとしても、同じ意味ではありませんので、注意をしておいてください。ということで、今回は薬物動態の計算に役立つ内容となってますんで、この内容をしっかり押さえてもらって、薬物動態の計算、しっかり解けるようになりましょう。それではまた。